が枯れるまで叫び続ければ叶うとしたら、この音が潰れたってなんだって叫び続けてやる。100回伝えれば叶うなら1000回だって伝えるけど、そうそううまくいかないのがいわゆる片思いってやつで、沈黙が怖すぎてついつい喋り続けてしまうよ。本当に言いたいことはいつでも他にあるのに、君があんまり優しくうなずいてくれるから、調子に乗ってるうちに日が落ちてく。それじゃまたねって帰ってく背中を、今日までどれくらい見送ったんだろう、もう少しそばにいたい、大好きな人に大好きだって会いたい時に会いたいんだって、普通に言えたらどんなにいい。一人きり大通りに灯るイルミネーション、幸せそうに歩く二人連れ、急いで追い越した、冷たい風が突き刺して、また一つため息ついて、一体自分が何やってんだろうな、これからもずっと友達でよう、食べてどうする、もう二度と逃げ出さない、大好きな君に大好きだって、大好きだから会いたいんだって、ありったけの気持ち今伝えに行こう、何回振られたって君が好き、何年経ったってずっとなくならない、1曲だけでもいいので足を止めて聴いてってください。お願いします。誰にでも一緒に一度大事な場面があるとしたら、僕にとってはそれは今だ、たとえドラマ見たく雪だ君に大好きだって、大好きでどうしようもないなんて、もうそれ以上何も言えないよ、何回振られたって君が好き、何年経ったってずっと変わらない、100年でも大好きな君に大好きだって、好きだから会いたいんだって、ありったけの気持ち今伝えに言うのを、何回振られたって君が好き、何年経ったってずっと僕には100年でも初恋のままで、初恋のままで、5分でもいいから会えないから、握りしめた電話、左手が今も震えてる、一か八かで振り向いたら、今まで見た中で一番可愛い君がそっと笑ってくれた。ありがとうございます。
ひよかったら1曲だけでもいいので足を止めて聴いていってください。ここは今ですね、11月の23日に行われるワンマンライブと、それからその先に行われるですね、たくさんのライブに向けて、こうやって僕は日々路上ライブをやっています。もしよかったら1曲だけでもいいので足を止めて聴いていってください。よろしくお願いします。